送チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。宇城和樹です。今日はこういうヘッドドレスをつけた時に似合う簡単なヘアアレンジ方法をご紹介いたします。まず準備するのはこちら、 19mm の髪の毛のコテです。こちらを使って髪の毛全体を巻いていきます。コテやアイロンを使う時は髪の毛が傷みやすいのでヘアオイルをつけます。ヘアオイルは毛先にもしっかりとつけます。それでは髪の毛を巻いていきます。太い方を自分の方に向けてしっかりと内側に巻いていきます。ロリータファッションは縦巻きが可愛いなと思ったので今日も縦巻きで作ってます。髪の毛を巻くコツは少量ずつ髪の毛を取って巻いていくことです。グルングルのカールを作ります。ヘアアイロンの設定温度は結構個人差があると思うんですけれども、高い方がやっぱり取れにくかったり巻きやすかったりしますが、高すぎるとやっぱり髪の毛が傷みやすくなってしまうので、自分に合った温度、髪の毛の質に合った温度を探してみるのがおすすめです。私は髪の毛が結構強くてカールがすごい取れやすいので温度は一番高めに設定してます。はい、こちらもカールができました。では同じアイロンを使って前髪を少し巻いていきます。いろんなサイズのコテがあると思うんですけど、こういう前髪を作るときはこの細いのは結構一番おすすめです。はい、それではこの髪の毛を作ったんですけれども、ちょっと逆毛を立てていきます。髪の毛をほんとに少しだけ持って引っ張っていきます。こういう感じですね。まあ、これで固まっています。ここで固まっちゃっています。で、これを繰り返します。結構無造作に取っていただいて大丈夫なんですけど、ちょっとだけ先っぽを持って残りを奥に押し込んでいきます。これを何度か繰り返します。今こういう感じでふわふわになりました。で、ここふわふわになってるんですけど、毛先を持って後ろでヘアピンで留めます。好きなボリュームで使っていただいて大丈夫です。はい、こちらも同じように作っていきます。もしゃもしゃになったところでここで止めます。毛先はここら辺にある感じになってます。完成しました。ちょっと無造作な感じのゆるふわヘアです。髪の毛のくくるゴムとかを使ってないのですごく簡単です。普段髪の毛が長い方とかはちょっとイメチェンとかにもいい感じかなと思います。あと髪の毛のスプレーとかで固めていただくとすごくいい感じだと思います。あとこの場所をもうちょっと上に上げてこっからふわっとさせたりとか、いろいろアレンジができますのでちょっとおすすめです。よろしければワンダーウェルトチャンネル、他にもたくさんの動画がございます。ぜひご覧くださいませ。そしてグッドボタンもぜひお願いします。それではありがとうございました。またね。